眺望はいかがでしたでしょうか。これより眉山頂上に別れを告げて、ロープウェイは阿波踊り会館5階の山麓駅に下っています。申し遅れましたが、私は現在開催中の町遊び特別企画として本アナウンスを担当いたします、セイバーと申します。山麓駅までのしばしの間、ご一緒できれば幸いです。これから皆様が向かわれる阿波踊り会館は、阿波踊りの歴史を見て楽しめる上に、踊りの体験ができる施設となっております。徳島の風物詩阿波踊り、ぜひその魅力に触れていただければと思います。さて、皆様の目の前に広がる町、徳島市は1889年明治22年に市政が敷かれました。当時の人口はおよそ6万人、全国10番目の大都市。現在の人口は約26万人。徳島県の県都として行政、文化、経済の中心地として発展しています。町のほぼ中央に見える円形の山は白山。およそ400年前の慶長13年、蜂須賀家政公が藩主として入国し、以来300年の間、淡路の2カ国を領し、行政の中枢となった徳島城があった場所です。お城は明治8年に取り壊されましたが、安政時代の名残を忍ぶものとして東側に残る石垣と堀、そして徳島城表御殿の庭園があります。また表御殿庭園に隣接している書院造りの建物は徳島城博物館で、徳島藩と蜂須賀家に関する文化財資料を展示しています。現在は民庭焼きと蜂須賀家という企画展が行われていますので、合わせてお楽しみください。城山の北の方向には阿波藩主蜂須賀家の菩提寺である高林寺があります。また吉野川大橋を通って河口近くの河内町宮島に参りますと、阿波十五兵衛屋敷があり、巡礼を鶴の悲しい物語で阿波人形浄瑠璃の世界に浸れる場所となっています。その他、眉山山麓にある庭と水の美しい古刹随岩寺、昔ながらの藍染めの伝統を受け継ぐ藍染め体験や工場見学もできる各施設があります。また清流勝浦川のほとりに向かえば、白鳳年間に創設された上禄の召喚内で知られる阿波最古の寺上禄寺など名所、旧跡、伝統産業を訪ねながら、美しい豊かな自然と親しむことができます。こたびのアナウンス、少し真面目になりすぎてしまったかもしれませんが、楽しげな雰囲気はリンやアーチャーに任せるとして、私はできる限り精一杯この地の魅力を伝えられればと思いアナウンスさせていただきました。少しでも皆様の心に何かが残っていれば嬉しく思います。まもなく山麓駅到着です。本日は眉山ロープウェイをご利用いただき誠にありがとうございました。お降りの際はお忘れ物などございませんようご注意ください。